全国のボーリングファン、イソピーチャンネルファンの皆様、おはようございます。イソピーチャンネルの月田すです。イエイエイ。今回の動画ですね、タイトルからいっちゃいましょう。こちら、じゃじゃーん。月田す的推しの女子プロランキングベスト5、イエーイ。はい、はい、次行きましょう。はい。で、今回ですね、この動画ですね、見られてる方、アマチュアの方が大半だとは思うんですけれど、そのアマチュアの方ってやっぱりその、このプロが好きっていうのは、まあ多分少なからずはあると思うんですよね。で、僕も当然それありますし、なので今回、まあ推しの女子プロランキングっていうことで、僕が勝手に、個人的なランキングをつけてきました。で、一応ベスト5っていうことで、一応上1番から2、3、4、5。ちょっと僕3が上手にできないんですよね。で、1、2、3、4、5って、5番まで、発表していきたいと思います。で、5番から最初に発表していきたいと思います。で、前回の、僕が出ている動画、ボールの名前を調べてみたっていうやつ。あれ見ていただいた方はわかると思うんですけど、前回ですね、すごいカンペを用意したんですよ。で、今回もですね、ちょっと、今度紙じゃなくて、機械に頼ってカンペを作ってきました。なのでちょっとこちら使わせていただきます。はい、じゃあそれでは、月田す的推しの女子プロランキングベスト5第5位を発表していきたいと思います。第5位、こちらの方です。ですね、滋賀県の立東ボーリングジムに所属されております、大坪夏美プロです。イエーイ。で、まあ簡単にちょっとまあ、僕のランキングの中に入ったプロの方、簡単にちょっとご紹介をしていこうと思います。で、大坪プロですね、ハイスポーツの契約になっておりまして、滋賀県の立東ボーリングジムに所属。で、一応プロ5年目のはずです。プロ5年目になってまして、まあ、お子さんが3人いらっしゃる、まあ、俗に言うママさんボーラーですね。上の子がもうちょっと中学校に入ったぐらいになると思うんですけど、まあ、本当に僕の個人的なあれですけど、大人かわいい大坪さんっていうイメージです。はい。で、ですね、まあ、プロになってのプロトーナメントの優勝っていうのはまだないんですけれど、まあ、決勝トーナメントに残ったりとか、あとやっぱ大坪プロはやっぱりアマチュア時代に全日本ナショナルチームに所属していた、本当にアマチュア時代から実力のあるプロなので、まあ、本当にそうですね、まあ、家庭とプロ活動の両立もう本当に頑張ってされていると思いますし、まあ、これからのですね、まあ、今後の活躍を、まあ、僕個人的に期待しているプロの一人になっております。はい、じゃあ続いて第4位いってみます。推しの女子プロランキング第4位がですね、山口県の下関ロイヤルボールに所属してます、尾上萌香プロです。多分これ僕毎回拍手していくと思うんで、めんどくさかったらもう飛ばしていただければいいと思います。で、尾上プロがですね、今年で2年目になってまして、去年のプロテストで合格をされた本当に若手のプロになってます。で、メーカー用品契約がサンブリッジさんと契約をされている方で、まあ、プロのトーナメントなんかでの、まあ、目立った成績っていうのは特にはまだないと思うんですけれど、やっぱ、尾上プロはアマチュア時代に、まあ、JBC に所属しておりまして、まあ、全日本選抜の決勝に残ったりとか、あとは、プロトーナメントでは、になるのかな、レディースの新人戦の、アマチュアの部で優勝されてますね。なんかもう本当にアマチュアの頃からそういった大会でのキャリアっていうのは、本当に十分積まれた選手だと思います。で、尾上プロはですね、ちょっと完璧です。はい。で、今ですね、まあ、P リーグに出演されていると。で、キャッチコピーが、令和のブレイクガールで、まあ、絶賛活躍中と。まあ、今後期待される、まあ、若手プロの一人じゃないかと思っております。で、第4位が尾上萌香プロでした。はい。では続いて第3位、行ってみたいと思います。続いてですね、月田す的推しの女子プロランキング第3位。ですね、
東京のですね、平和島スターボールさんに所属しています。オチ・マナプロが僕の第3位になってます。で、オチプロがですね、一応用品契約はサンブリッジの契約になってまして、まあ、地元がですね、愛媛県の出身になってます。で、一応、まあ、公式トーナメント、プロトーナメントでの、まあ、優勝もまだないんですけれど、まあ、でも結構安定して、まあ、上位に入ってきているプロじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと去年がですね、第2シード獲得されてるんですけど、まあ、個人的にはやっぱりもう今年はシード入りをぜひ狙っていただきたい、まあ、今後、僕が期待している若手のプロの一人です。で、オチプロはですね、やっぱ何と言っても、あれですね、愛媛国体の印象が非常に強いですね。オチプロが高校3年生の時に開催された愛媛国体。あれがですね、もう僕の中でもすごく、オチプロの中で目立った大会だったと思うんですけど、一応少年女子の部で、まあ、団体戦で優勝して、まあ個人戦も、一応地元で、オチプロと一緒に組んでた出宗選手、まあ、全日本ナショナルチームの選手ですね、と、まあ、ワンツーフィニッシュをして、もう本当に愛媛県勢が本当に輝いた大会だったんじゃないかと思います。もうすごくやっぱり僕の中でも印象的な国体だったと思いますね。はい、では、第2位行きましょう。もうそろそろ多分、だいぶ絞られてきたんじゃないかと思います。絞ってはないか。多分もうそろそろこの人出てくるんじゃないかっていうのはですね、見られてる方は多分あると思うんですね。多分その期待を僕は裏切っていくかもしれないです。で、僕のことをですね、よく知ってくれている方っていうのは、もう一番は多分もう不動のエースがいるはずなんで、多分もう間違いねえだろうって思うんですけど、2番がですね、多分誰だろうってちょっと迷ってるんじゃないかなと思います。その辺もちょっと考えながらね、見ていただけたら楽しいかなと、個人的には思っております。で、スキッタス的推しの女子プロランキング第2位、行きましょう。第2位がですね、こちらです。ですね、千葉県にいらっしゃいます。岩見綾乃プロ、ノイちゃんプロです。はい。で、岩見プロちょっと言いにくいんで、ちょっと僕、もうノイちゃんプロで、ちょっと呼ばせていただきます。で、ノイちゃんプロが一応今年でプロ6年目になっておりまして、まあ、なんで言ってもノイちゃんプロは、あれですね、まあ、日本で唯一のバックアップのプロですね。右投げ、右回転の日本で唯一のプロボーラーとなっております。で、ノイちゃんプロはですね、まあ、P リーグにももちろん出ておりますし、キャッチフレーズが型破りなバックアッパーと。まあそうですね、本当にもうボーリングのなんていうの、常識ではないですけど、まあ、一般的なボーリングの意識を本当に型破りっていう感じのプロボーラーさんだと思います。で、まあ、公式トーナメントでの優勝なんかもないんですけれど、まあ、P リーグでは優勝されてますね。確か、ですね、優勝決定戦を一緒に投げたのがキムスルギプロだったと思うんですけれど、どっちが優勝するんだっていうところで、まあ、ノイちゃんプロがパンチアウトして、優勝したはずだと思います。その時すごいなんかもうめっちゃもう水色って感じの髪色と服だったと思いますね。そういうとこだけよく覚えてるんですよね、僕も。で、ですね、去年からですね、ノイちゃんプロがですね、YouTube のチャンネルを開設しておりまして、まあ、ボールの投球動画だったりとか、あとはゲームの実況解説とか、まあ、本当に幅広くいろいろなことをされているので、で、ただその、ノイちゃんプロのチャンネルがですね、登録者がもう1万人にもうすぐ届きそうなぐらいの人気チャンネルになっていまして、ぜひですね、もうイソピーはどうでもいいんですけど、イソピーはどうでもいいんですよ、本当に。イソピーどうでもいいんですけど、ぜひイソピーチャンネルとコラボしていただきたいなと思っております。イソピーはいらないんで、僕だけでも、ぜひ声をかけていただけると嬉しいです。それではお待ちかねの、突き出す的推しの女子プロボーラーランキングベスト5の第1位を発表していきたいと思います。僕のことよく知ってる方はもうここで動画終わっていただいて大丈夫です。もう絶対間違いないと思うんで、不動のエースのあの人です。はい。
で、第1位がですね、今大阪にいるはずです。大阪にいるはずなんですよね。ですね、久保田彩香プロです。で、久保田プロですね、一応今年でプロ活動5年目になっておりまして、用品契約は ABS さんの契約になっております。で、まあ本当にランキングもずっとシード権を獲得されている、本当に日本ランカーです。今の JBBA を引っ張る選手の一人です。で、久保田プロがですね、一応今公式トーナメントで今3勝。優勝3回されてまして、多分僕が数えた限りでは準優勝は2回のはずですね。で、まあ、やっぱりなんといっても僕の中での一番印象的だった優勝決定戦はですね、やっぱり初優勝されたあの ABS50 周年記念大会ですかね、一応縄明プロとの優勝決定戦だったんですけど、もう本当にどちらも譲らないストライクラッシュになって、まあ、テンフレ3投目で久保田プロが9本倒したら勝ちっていうところで、まあ、見事ちょっと薄めでパラパラと倒れての9本カウントで見事初優勝って、もう僕はあの一投が本当に忘れられないですね。本当に久保田プロの勝ちたいっていう気持ちが本当に出た一投だったと思います。もう本当にあの大会での優勝は僕はもう興奮しましたね。で、その後の宮崎オープンですね、もう立て続けに開幕2連勝って、おいマジかっていう。もうすごい、スタートダッシュだったんで、その年がランキング4位だったのかな確か。で、その年確か全日本選手権も準優勝だったと思うんで、本当に今の JBB を引っ張る選手の一人ですね。で、まあ、ちょうど久保田プロも P リーグに最近出演が違うな最近出演されてるんですかね確か。本当に最近のやつから出てる、あれだったっけ忘れました。ちょっとで、キャッチコピーが、まあ、奈良のワンダーガールと、まあ、奈良県出身なんで、奈良のワンダーガールというキャッチコピーになっております。で、ですね。今年から、久保田プロもですね、YouTube のチャンネルを開設しておりまして、あやふぁチャンネルっていう名前で、チャンネルを持ってます。で、まあ、久保田プロはですね、イソピーチャンネルとの、方でも、よく出演していただいてまして、ちょっとですね、多分僕のことよく知ってる方は今多分爆笑してるとこだと思うんですよね。多分ちょっと久保田プロのことになるとちょっと舌回んなくなっちゃうんですよ本当に。もう本当にはい。はい、でこれでもう一応僕の推しプロランキング。終わりたいと思います。で、一応まあちょっとおさらいというわけじゃないんですけれど、一応第5位が、大坪プロ、第4位が尾上プロ、で第3位が、オチプロ、で第2位が、岩見プロ、で、第1位が久保田プロとなっております。久保田プロと、岩見プロ、ぜひイソピーチャンネルとのコラボなんかしていただけると嬉しいです。イソピーはもうどうでもいい。イソピーいらないんで僕だけでも声かけてください。ではですね、一応これで動画の方終わりたいと思います。はい、チャンネル登録、高評価、コメント等ぜひよろしくお願いします。一応、僕の私の推しプロこの人だよっていうのもね、あったらコメントなんかいただけると嬉しいです。では、ちょっともう、車の中、暑くて、これで終わります。では、また、よろしくお願いします。